ジョン・マトラックは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ウェストチェスター出身の元プロ野球選手。左投げ左打。1967年、ニューヨーク・メッツからドラフト一巡目で指名され契約。1971年7月11日に、メジャーデビュー。その年は7試合登板で0勝3敗に終わった。ものの、 翌1972年は15勝10敗、防御率2.3 2リで新人王に選ばれた。同年9月30日には、ピッツバーグパイレーツのロベルト・クレメンテに生涯最後の通算3000本目のヒットを打たれている。1973年は14勝を挙げ、メッツはワールドシリーズに進出し、オークランドアスレチックスと対決。マトラックは、 1> 第1戦で敗戦投手、第4戦で勝利投手となり、3勝3敗で迎えた第7戦に先発。しかし3回途中4失点で降板し、敗戦投手となってしまった。結局このシーズンが唯一のポストシーズン進出となった。1975年のオールスターゲームでは3番手として登板し、2回を無失点、4奪三振で、 勝利投手となった。9回に決勝2点タイムリーヒットを打ったシカゴカブスのビルマドロックと共に MVP を共同受賞した。1977年シーズン後、4チームが絡む資格トレードでテキサスレンジャーズに移籍。1980年8月19日のカンザスシティロイヤルズ戦では、 30試合連続ヒット中のジョージ・ブレットを3打数ノーヒットに抑え記録をストップさせている。1983年にシーズン後に引退。1996年にデトロイト・タイガースの投手コーチに就任したが、リーグサイトの109敗とリーグワーストのチーム防御率6.38という投手陣崩壊の責任を問われ解任された。ありがとうございます。